こんにちは。ゲーム動画でいこうです。えー、竹雄記念3日目、えー、準決勝の予想をお送りしたいと思います。はい。えー、っと、本日からですね、えー、っとじ、えー、事前に、えー、目だけ知りたい人のためにですね、えー、っと、予想の目を先に出しておくことにしました。はい。10レースは松川の自在戦。11レースは三谷、村上の近畿両者。 12レースは和田まくるのごろと見ました。では、あの、えー、っと、1レースずつ詳しく、えー、説明していきたいと思います。まず、10レースですね。はい。えー、こちらが、こちら、家内の小切れ戦になりますね。はい。えー、ご覧の通りをメンバーで、 えっと、自力型がたくさん揃ってますね。追い込み型が、そうだと東口のみ。ちょっと面倒なレースですね。えー、っとですね、えー、バック回数は野原が一番取ってますね。次が、あの、吉田ということで、おそらくこの両者、特に野原が行くんじゃないかなと、えー、思います。 スタート回数は東口が2回でトップなんですが、えー、これを見る限りはちょっと誤差の範囲内だと思いますので、前を取るのは誰かっていうのはこれだけではわからないです。まあ、ソ、あの、ソーダが取っているかもしれないですね。はい。えー、っと、3連単シリーズがソモダ、吉田、東口を順化。はい。えー、っとですね、まず誰が先行するか。えー まあ、野原か吉田かで見たんですが、私はあの野原と見ました。野原ですね、えっと、えー、前日、村上を連れた戦、えー、とっと、えー カネオンカマシぐらいだったかなもうちょっと早く行ったかもしれないですけど、あ、カネオンカマシか。ちょっと仕掛けが、うん、そこで行くかっていう感じはありましたよね。だから、村上が一瞬離れてしまって、まあ、村上だから追いつけたけど、ほ、他のもう少しクラスが低い選手だったら、 離れてしまって、あの、別線に番手にはまられてしまったんじゃないかなと、思います。まあ、その後も粘りはさすがのもので、でした。まあ、上に行くにはそういう仕掛けどころの安定性っていうのが、あの、もう少し求められるかと思います。まあ、そういう意味で、 ま、東口が多少ついていけるかという心配はありますね。吉田はどうするか。まあ、やっぱり杉森、後ろについてますからね、多少積極的な競争になるんじゃないかなと思います。正直、あの、わからないですね。これ、あの、展開が来たら行くというのは、もう、どの選手もそうですよ。 谷口はちょっとこの家賃が高いかなという気はします。結論言っちゃいましょう。もうえー、私は松川です。えっと、あべたくまもいいかなとも思ったんですが、やはりあの決まり手見ててもあの、どれも安定して決まり手持っているのは松川ですし、 点数もあの、安倍より松川の方が上、えー、勝率連帯率を松川の方が上なので、まあ、107点っていうのも多少松川少ないかなとは思うんですが、うん、安倍よりは松川の方がいいんじゃないかなと、思いました。 で、まあ、園田もつけますしね、園田は、あわや2着、優秀競争であわや2着という、あの、切れ味見せましたからね、かなり、足は仕上がってて、好調だと思います。まあ、ここはですね、松川ができればの、あの、残す競争をするでしょうから、松川にとっては、あの、後ろが、ま坂本の、安倍、安倍よりは、 あのし、えー、っと、仕掛けやすいんじゃないかなと思います。というわけで、えー、っと、もちろん、あの、松川本命で、えー、っと、そのが、えー、対抗本線なんですけど、えー、っと、それから野原に乗る東口、えー、っと、まくってくる安倍、これもまあ、まくりならば、 吉田。ま、この辺は、あのー、安倍や吉田っていうのは、後ろがちょっと、えー、っと、ま、その、前の、自力、自力で戦う選手よりは弱いですからね、後ろは変わせないんじゃないかなと思います。まあ、杉森もちょっと気にはなったんですが、えー、っと、この4点ということで、 松川から行きたいと思います。はい。十、え、一、ー、レースですね。えっ、ー、と、ここはもう、あの、SQS 班みたいに、えー、近畿といえば、このとこ村上義弘が出てまいります。で、えっ、ー、とー、その近畿中部、のみが三社。 山賀や東谷の五学両者はあの短期という小牧ですね。まあ最も、もっとも東谷や山賀はあの短期の方が戦いやすいかもしれないですね。さて、レースなんですが、バック回数一番持っているのは小松崎。次が清水。三谷が3番手なんですよね。で、多分あの三谷が前へ取らされるんじゃないかなとは思うんですが、 その辺も多少流動的ですね。友沢が取っちゃうかもしれないですし、大月かもしれない。山賀が行っちゃうかもしれないですしね。まあ、どちらにしてよ、ちょっとこのメンツは、三谷に抜けちゃってる気はしますよね。小松崎もスピードはすごい優秀なんですけど、 どうしてもなんか刺さっちゃう癖があるっていうか、行くときに行ってそのスピードを見せつけられないというか、で、逃げたらちょっと背が甘い。ということもあって、ちょっと今一つ。まあ、後ろの大月が、ま、えー、っと、ここ数場所ほどではないですけど、 小松崎よりは上だと思うんで、大月が残れればいいかなというコンビですね。山がも多少怖いあの、気楽に走れる分、えー、っと、絡んで、3着なら絡んできそう。このレースは3着争いがかなり、えー、っと、あのー、激しくなりそうだと思います。 三谷も牛ろを村上連れてますし、早めに仕掛けていくでしょうからね、あの小松崎や清水が孫をつく間に、叩き切っちゃって、そのまま2人の,わあのマッチレースになるかと思います。その3着を誰があそうか、ちょっとごめんなさい、絞りきれなかったです。 えっと、となると、まあ、ここはですね、まあ、元返しとか、ちょっとプラスであればいいのかな、ということで、えっ、ー、と、東矢と小松崎を外して、残りの5人っていうとこですかね。やっぱり清水もまだまだあの調子はいいですし、 その清水の倒さも結構、うん、まあ、優秀戦小倉に関わされて沈んだとはいえ、そう、番手回って6着はちょっとなぁとは思うけれども、まあ、全くないとは言えないし、 小松崎がある程度行ってくれば大継ぎにもチャンスがある。で山川は3着狙いで走るだろう。清水もそういうところがあったらチャンスはあるんじゃないかなということで、小松崎は3着狙いで走ってもあの、1人しか乗れないんで、3着は、三着まで入らないといけないんで、三谷、村上ともう一つの、 椅子は1つしか残ってないんで、大月はかわしちゃ,しちゃうでしょうと。友さならかわせるのかなっていう気がするので、えー、っとご覧のメインになりました。まあ、オッズを見ながらあの、割あの配分も考えていただければいいかなと思います。さあ、最終の12レースです。 はい、ここはですね、結構新人という若手が面白いメンバーになりますね。もちろん、あの、一番の注目は、あの、地元の山田秀明。なんとしてもここは決勝に乗らなきゃいけない。あの、後ろも小倉固めますからね。山崎健人にとっては責任重大なレースになります。で、えー、っとですね、並びはご覧の通り4分戦。えー、バック回数は中西が1番。 山崎ですね、次がえ。山崎は、やっぱり中途半端な競争が多くて、まあ、まくりが多い、多くて、いまいち踏み出せなかったんですが、ここ、最近や今場所は、あの、すごく競争が良くなってるんで、いよいよ、あの、力は、力を発揮できるのかなと思います。 ここはもう、あの、後ろ、地元の山田が連れてますので、まあ迷うことなく先行で行って、えっ、ー、と、次につなげてほしいなっていうのは感じますね。まあ、もっとも、あの、竹内も中西も先行してこそ、あの、持ち味が出せる競争なんで、まあ、特に竹内はそうですね、できれないともう、 あの9着ですからね。なので、そう、山崎が行く気がある突っ張りしかないんじゃないかな、前へ行って。まあ和田側の前取ると思うんで、それでつえー、っと早めに押さえ竹内や中西が来る前に、えー 早めにもう出て行って、フルピッチに上げるしかないと思うんですよね。なので、山崎も足を使う。山田も結構足を使っちゃうと。で、えっ、ー、と、まあ、山崎は先行はすると思うんですけどえ、竹内を出させないと思うんですけど、竹内は出させないとき、坂口。まあ、中西ができれないとき、もうちょっと中西は、あの、クレバーなレースするんで、 えっと、叩き合いに参加しない可能性もあるんですけど、まあ、もし中西は叩き合いでできれなかった時は足だ。この辺が、あの、619の後ろに降りてくるんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、相当、あの、山崎はもちろん山田も足を使ってしまう。もちろん、あの、山田が番手から出て小倉が、あの、ブロックする19。 をもくろんでいるでしょうし、まあ私も最初それを考えたんですが、うーん、なんか、その間には番組や竹内とか中西乗せるなんて厳しいなっていう感じはありましたよね。まあ山崎、山田にとってはかなり試練、意外と試練になるレースじゃないかなと。 なので、えっ、ー、と、和田、私は和田のまくりを本命に挙げました。これ、このメンバーならば、あの、みんな、あの、他のラインは足使っちゃうので、軽くまくれるんじゃないかなと思います。一応、絶対的な本戦、やはり山田との、 番手まくる山田とのまくりまくりの折り返しが本線ですね。えで、そして、もちろん、あの、筋の長さの、え、追走が、え、いるん、いるんですが、あとは、まあ、九州のえ、九州、まあ、プラス小倉の4番手に降りてきて、そこから縦の切れを発揮したときの坂口橋田。 は特に和志田なら配当つきますからね。そして、えー、中西がまくりだ、まくり勝負に出た場合の中西の2着まくり込み、えっ、ー、と、これ、特に長沢が離れた場合ですね。これ、坂口和志田も言えるんですけど、長沢があの和田をまくりについていけなかった時もしくは突きバテした時は、えっ、ー、と、 中西も、えっ、ー、と、記念初決勝のチャンス出てくるんじゃないかなと思います。期待したいと思います。まあ、竹内よりは、あの、枕に構えても、あの、走れる選手ですからね。あの、配当を狙うなら2-8面白いんじゃないかなと思います。はい、以上。 えっと、竹尾記念準決勝の予想をお送りいたしました。ゲーム動画で以降ではですね。えー、チャンネル登録者数を増やしたいと考えております。あの。えー、っとですね。タイトルを右側に。 登録数が見えますが、そのボタンを押していただければチャンネル登録できますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。また、ブログやツイッターもやっておりますので、そのブログやツイッター、説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。最後の20秒で、関連動画、動画プレイリストも流します。 そちらもお時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。竹尾記念3日目の予想をお送りいたしました。ゲーム動画でいこうでした。